こういったグループホーム、いわゆる福祉施設で、クラスターが発生したのは初めてのケース。封じ込みに全力を尽くして、ここから広がることがないように。クラスターが発生した県内のグループホーム関連では、昨夜までに入所者や職員ら合わせて8人の陽性が確認されています。この8人は白石町、江北町などの40代から90代の女性で、1人は中等症、7人は無症状か軽症だということです。県はすでにこのグループホームの他の入所者や職員らの陰性を確認していて、今後は面会歴のある人などを検査する方針です。